親分は、イエス様バチ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 ,チ,チ、ピ毎度お馴染みの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました。悩み、問題、依存症などはございませんかございましたら多少にかかわらず、聖書と交換いたしております。ということで、 月曜日のお昼前のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうかパーソナリティのしんちゃんです。しんちゃんです。よろしくお願いします。ます親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエスキリストと出会って泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。 これからはしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。アメンこれは本当にあった話で彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいますこの番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきました。 でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え今は喜びでいっぱいです私たちは自分が身をもって体験したからこそ今苦しい思いをしている人に希望がある人生やり直せるということを伝えたいのですイエス様という素晴らしい親分を紹介したいそんな思いでお届けする番組です番組ではキリスト教って何 教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp です。ファックスは098-934-8653098-934-8653です。また、同時放送 FM 技能案お聞きの皆さんは797アットマーク f m g ム七九1 c o m 7 9 7 f m g ワンド 1.com ですまた f m c o ではユーストリームで音声と映像を配信しています f m c o のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいまたツイッターとも連動していますのでどんどんツイートしてくださいねはいそれでは早速今日の聖書の言葉言ってみましょう今日の聖書の言葉今日の 聖書の言葉マタイの福音書十一章二十八節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますアーメンー、ね、はいはいどうもどうもどうも,どうもついに来ましたね,こ,こ,ね、はい、この言葉でねもエンディングで、ね、はい 言ってる言葉ですが今日は今日はどうしてこの言葉になったかというと今日はですね実はゲストさんが来てましてはいそれでゲストさんに選んでいただいたわけですよそうなんですでもこれ実はあれなんですよねけんちゃんも実にそそううこのこ言葉ねそうそう教会来るきっかけとなった言葉ですよはい ホームレスになったときねどうしようもなくなったときねもうホームレスになってボロボロで心も体もボロボロでもう死ぬしかないと思ったときにこの言葉ですよ全て疲れた人重荷を負ってる人は私のところに来ださいもう私にとってね覚醒剤が重になったんですよどうしようもなくてねそれでその時ですねこの言葉で。 教会に来るきっかけとなった。ああ、よかったね。私ってイエスキリストね。私はそうそうイエス様ね、は親分です。だからこれこの言葉がね、まあ教会来なさいと、教会来たら問題解決しますよって聞こえたわけですよ。アメン。はいはいということでですね、今日のそのゲストさん、C.M. のア曲 C.M. 行った後に紹介していきたいと思いますけれども、まず曲いきましょう。今日は今日こそかけようと思って。うん あ、違う、ごめんなさい、<laughs> 一曲目はね、はい、はい、それ二曲目、はい、一曲目はね、すべ、はい、ての悲しみ。はい、あっ、<laughs> いった、ごめん、俺間違えたね。<laughs> 親分はイエスさん。はい、パチパチパチ。どうもどうもどうも。はい。ちょっとお詫びいいですか。はい、お詫び。あのね、曲名間違えました。はい。やっぱりあのかけたかった曲ですよ。僕が順番間違えて、さっきの曲はあのすべての悲しみって案内しましたけど、あの You Are Special です。はい。神山美沙さんの You Are Special 大好きな曲なんですね。はい。 でしたはい、はいえー、それでねえっ、ー、とメールが来てますのでメールをお読みしますしんちゃんけんちゃんこんにちは先週はメールできなくてすみません出先で,で充電が切れてしまいました映画のチケットありがとうございますかなサンチュラさんと相談中です <laughs> <うだ S 1> 今週も放送楽しみにしていますま、はい、さんねコマさんからです、ねはい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます相談してくださいねはい、はい、喧嘩しないでくださいね

毎日続くので困り果ててしまいましたが、しんちゃん、けんちゃんならどうしますか？どう,どうしますかね？はい、はい、い祈りますね。うん、はい、私も祈りました。答えはこの嫌がらせをしている人をイエス様が愛しておられるということでした。あ、祈りに対する答えということですね。祈ったら神様からイエス様がこの嫌がらせをしている人もイエス様が愛しているよ。ということを。 祈りで答えられたわけですね。はい、ならば、どうやってこの嫌がらせをしている人にイエス様の愛を伝えようか。そうだ張り紙でイエス・キリストは愛しあなたを愛していますと貼ろうそう思ったんです。そして書いてそれを書いて郵便受けに貼ったところすぐに剥がされました。すごい反応があると思いまた貼りました。その後嫌がらせはなくなりました。ああ。 ゴミ箱代わりにされちゃったんだがね、郵便受けに、その人に対してあなた、愛してますよって、イエス・キリスト、あなたを愛してますよっていう張り紙をしたら剥がされたけど、でもまた貼った、そしたら嫌がらせが止まったと、素晴らしいですね、イエスさんはすべての人を愛しているということを体験しました、はい、ギャグは後で送ります。 はいということですけどありがとうございます。はいえっとそれからコメントもたくさん来てます。えつばのさん大阪は二十六度ぐらい予想最高気温はいどうもどうもあそうですかミヤちゃんミヤちゃんよあよミヤちゃんはいよはいえそれからつばきのさんが息子の体育祭があります。何息子息子がいるんだしかも高校高校生って。 えー、高校一年生ってはあ、はあはあね、びっくりですねみやちゃんは高知ということですね <laughs> はい、はいえー。高知は坂本龍馬広末涼子島崎和歌子、はい、おなるほど、はあ、といるようですあっちいちゃんからも来てますた、ね、ちいちゃんどうもはい、あ。どうもどうも神奈川県奈良市、えー度ね、ああ肌寒いです神奈川十七<ー>度だって。ええー、あっそうなんですか、うん、なるほど はいということで、えー、お送りしていきます沖縄から何かこちだミヤ、うん、ちゃんミヤちゃん沖縄からジャーバーボンズってバンドが高知に移住してきてますよあそうなジャーバーボンズすかジャーバーボンズあのポップユニットですね好きですかはい、えー、結構あれですね大好きで、はい、あのジャーバーボンズ内地からもすごい人気があって、ええ、あの t s u もデイリーランキング一位とか獲得して何 何？歌のでこの前結構これから来ると思いますよ。いい曲歌います。高知高知に移住してんだったよ。高知に移住して米作りもやってますよ。食食知ってるじゃないですか。大好きですヤバムズ。そうなんだ。はい。あそうなんだ。へー。糸満出身で。あ糸満出身なんだ。糸満出身だって。ということでですね。はい。とそろそろここで。そうであそれからねあのギルマンの方からもねコメント来て。 なおちゃんもいますよと言ってですね。はい、なおちゃん。あ、は。い。ありがとうございます、なおちゃん。なおちゃんありがとう。ございます。はい。ということで今日も元気にお送りしていきたいと思いますけどここで。はい。はい。本日のゲストを紹介したいと思います。本日のゲストは。ケンちゃん。あ、俺。はい。ごめんごめん。はい。今日のゲストはですね。うん。糸満ですよ。マザーテママザーテマ。の。うんうん。ユマル教会。 イトマンゆりまる協会のはい大城春江さんです大城春江さんにお越しいただきましたパチ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 どうもどうもよろしくお願いしますおはようございますありがとうございます美人でしょそう美人なんですよラジオのお聞きの皆さんは見えません残念ですがはい動画で見ている方年は内緒にしてきますが美人ですはい はいということで、はいえー、大城春江さんはですね、うんえー、糸満ール協会で、ねあのー、賛美したりね、はい、司会もやったりするでしょうそうですねそうやって協、えー、会の働きをしてますけれども、うん、実はあのしあの僕たちが行っていた学校の今の新学校実践進学校。

えっとそれでそれからあのあそれからねあの協会のねタンバリンチームをやってますよね。タンバリンチームあれあれなんかあるんですか名前タンバリン。シャロンですね。あシャロンって言うんだシャロンシャロンってどういう意味ですかシャロンって。シャロンって シャロンですイスラエルの地名ですよねお花がいっぱい咲いてるとこですよねなんかね春枝さんたちがねタンバリン叩いてたね花がいっぱい咲いてるみたいなねよかったですよきれいきれいかっこいいしねいいですよねいいですいいですはいそんな大城春枝さんにお越しだいていますけれどもなんかこの春枝さん昔からあれですよね 育ちも良くて上品でんかそういうふうに見えるんですけど実はそうじゃないんですよ実はそうじゃないじゃあもう実はそうじゃないところを中心に聞いていきましょうか取り調べ今日は調てきてはい外にスタジオの外になんか変なあらが変なのが変な人が、外になんか変な生き物が何ですかあれ何ですかねあれ スタジオの外にね、なんか軍服着て、ゴリラみたいなね、軍服着てね、十字架、でっかい十字架ら下げてる人が来てますけどね、何ですかね、あの人、入れ墨までに見えちゃって、西の最終駅じゃないですか、西の最終駅がなんか前でうろうろしてますね。ということで、い見なかったことにしておきましょうか。 ということでですね、はい、ハロさん、小さい頃はどんな感じだったんですか？あ、小さい時はあのお父さんがすごくあのアルコール依存で、しゅらんで、お酒を飲むと暴れたり、暴れる、暴れて、物をこれ壊したりして、はもう家、大変でした。なんか、ちゃぶ台、ばーんはと、家ももう、家の中もめちゃくちゃ、もう住めなかったです。 ええそうなのそんなに暴れるんですか。そうそう。毎日暴れるの。もうほとんどでしたね。よくお酒飲んでたので。へえ。ええ大変だったですね。大変でしたね。あそう。えそんなえお母さんお母さんはどんなしてたんですか。お母さんも。お母さんは働き者で家にあまりいなかったんですけども。お母さんが働いてお父さん働いてない。酒飲むば飲んで。そうですね。大工だったんですけどもそんなにも 仕事はしてなかったですね。お母様のさとき。うん。で、お母さんが働いて、お金で。そうですね。もうほとんどお母さんよく働いて。はい。なんか。泣いていいですか。泣いていいですか。なんか悲しい。あれですね。ね。かわいそうなお家じゃないですか。もう、そうですね。もう夜中に、あの。何度も出て行けって言うんですよ。お父さんがお酒飲んで。ええ。それが。辛かったです。はい。小学校。小学校。 もうほとんどでしたどうするんですかそしたらそしたら外で寝たりええマジで祖父母の家に行ったりまた家の上であ家の上で寝たりしてました家の上家の上っていうのは屋根の上そうそうそう家の上みたいな感じ畑でも眠りましたねええ大変なそれそうですね全然なんか あれですねほらツイキャスでも今日のお客様はお上品な感じってありますけどなんかねいいとこのお嬢さんみたいなよくなんか見られるんですけどもう本当大変でしたえそんなとこだ通ってきたんですかはあかも家庭の会話が全くないですねお父さんが怖くて全然 えっと授業参加にも来なかったし体育祭も来ないし、あ体育の運動会の時も来なくて、あそうなんですか。寂しいですね。ね寂しいですね。お父さんっても読んだことないです。もう怖くて話ができないですよね。<laughs> え,ー <laughs> えた、なんか叩かれたりもするんですか？<laughs> えたた叩かれたりはしないんですけど、まあ、もうあの隣声があってあ、うん、怖かったですね。結構ねうちの お母さんね、うちのお母さんのお父さんおじいちゃんおじいちゃんもう酒飲みだったらしいだからなんかねよく話聞いたけどすごいやっぱ声が大きくてね嫌だったって言ってたね子供とかあんま大きい声でなんか怖いよね俺も小さい時ね田舎帰るでしょおじいちゃん酒飲んでいるわけよ俺たちがあのね漁師だからうちのおじいちゃんは だから昼間寝てるわけよ夜働いて夜中に海に行って魚取ってきてお昼ぐらい帰ってきて昼間寝てるから静かにしなくちゃいけないけど俺とあんちゃんがうるさいわけよギャギャ騒いでるからバッてふすまれて起きてきて男はね3年に1度喋ればいいんじゃんみたいな感じでバンって閉めて「怒られた」って「そんな怒られのもんや」 小学生だよじゃあもうおじいちゃん3年しゃべれないじゃんそうだよね今しゃべったからねいやいやそんな怖かったよそんなあれまあうちのおじいさん声がでかいんだよ酔っ払ってねだから分かるなんとなくああそうなんだええ大変なとこ通ってきましたねそうですねもうんで自分の家庭だけはこうなんだろうって他のの家庭がとっても羨ましい またあのそんなになんで私は私もあの誰々ちゃんちの子になりたいみたいなありましたねもうよその子にもらわれたいって思いましたねああよくグれはしなかったですよく家の手伝いもよくしたしええ反抗もしないし兄弟はいらっしゃらなかった兄弟5名いましたあっ5名何番目ですか そんなに洋服もないし、洋服も二三着ぐらいしかないんですよ。それもあの繰り返し着くような感じで。泣いていいですか？またかわいそうなあの普通あの小学校あのバスね通学しますよね。その時もあのお金がなくて歩いて行きましたね。あ、そうなんですか。遠かったの？そうですね。少し遠かったんですけども、学校歩いてって。 それはなんか嫌でしたねなんでバス乗らないのって言われたりしたこともあったんですけどやっぱり何も言えないですよねでもなんかもうそんなお父さんの姿を見てたからお酒なんか嫌いだったですかお酒は匂いがとっても嫌いでしたね泡それ泡盛りそういったお酒がじゃあもう自分は絶対もうこないやだもうこういう風にはなりたくないとそうそう思ったんです いや今まで飲んだことないんだ。なかったですね。お酒飲んだことないんです。お酒さん二十歳ぐらい飲みましですか。はい二十歳ぐらいから飲んだ。飲んじゃった。飲んじゃったんですよ。飲もう絶対飲まないって思ってたんですけどお父さんみたい一回だけでしょ飲んだ。一回じゃないです。もう二十歳からですね飲み始めたのビールなんですよ。ビールビール。ビールまあたまに。 たまに月に一回とか。最初はそうだったんですけども、それがだんだん徐々に。増えてた。増えていたんですよ。はい。そしてどうなったんですか。まさかのな、あれでしょまさか。まさか。自分がと思ったんですけども。毎日。それ。も、も、そうですね。音、ど飲むようになって。毎日。毎日飲むようになって。きょう、教会に来る前は。 なんか黙っちゃっさ、ゲストの人がもう黙っしんちゃん、俺たちしんちゃん、いなじめてるみたいな。いじめてるみたいな時、違いますよ。仲いいんですかね、僕たち。同じ、ね、今日会、今協会。毎日ではなかったんですけど。あ、でもなんか、あれですか、あの、やっぱ、このやっぱり、心、 をなんていうのこの心の隙間を埋めるという感じがねなんかね空洞があってもう寒しかったんですよ孤独でそうだろうね埋めたいんですけどそれが埋まられなくてもうついついあのお酒に走ってしまった二十歳ぐらいの時からっていうことですかお酒飲みだした二十歳ぐらいから人生が虚しいなっていうのがあって何のために生きてるのかが分からなかったですあ、は、で、い 酒が、うん酒、それで酒気付いたらさ頻繁に飲むようになってて、はい、お父さんのあ失敗っていうかそういうのとか思い出すでしょやっぱり。あはい、でああ私がもうこんなふうになってしまったみたいなつらいっすよね。あ辛いい。ですね、は さすがにお父さんみたいには暴れなかったんですけど、暴れかお覚えとか出さなかったです、もうそういうお父さんは嫌だったので、そうなんですかでも、やめる努力をなさしたんですけど、やっぱりやめきれなかったです、飲んで、よく、よく、朝、いつも後悔するんですよ、なんで飲んでしまったんだろうって。 もうやめよう今日は飲まないって決めるんですけど、夕方ぐらいに、そあれね、朝、きょうこそ、きょうこそって、夕方になったらね、今日は暑かったからとかね、きょは仕事が大変だったから、きょはビールがおいしそうだからとか本当になんかね、理由つけて。 飲んじゃうですよね。で、飲んだら、また。結局、あの、最後はまた、あれなんですよね。はい、またやっちゃったっていう。もう、これ、もう、落ち込んで。ね、だんだんやんなっていきます。もう、自分が大嫌いになりました。どうしてって。情けなく。ああ、それ、一緒だな。辛かったんですね。そうですね。え、えと、それで、結婚なさったんですよね。はい。これ、結婚なさってから、まあ。 主婦やりながら、うん、酒飲みながら子育て子育てしながらやってたわけですね。ああははは。でなんかあのきっかけがあって立ち直ったんですよね。はい、人生がまあそれまでの嫌だった辛かった人生が変わったわけですけれども、うん、はい。え、はい、後半にですね、はい、聞いていきたいと思いますけれども、うん、曲いってみましょうか。うか次こそすべ、うん、ての悲しみ。 おやめますイエスオーはい、パチパチパチ。はい。ということで、外、なんか変な生き物がいるから、気になって集中できんねなんかまだのスタジオの外にね。ね。西の最中器がそうなんですよ。なんか、一緒に。まりなんですよ、この FM 小座のスタジオね。前の歩道とね。 はい。変な生き物がいい気にしないでちょっと放送していきましょうか。はい。ということで、はいえー、今日は、えー、大城春さんをお迎えしてお,お送りしています。お、親分はイエス様ですけれども、はい、メールが来ていますので、紹介していきます。はい、しんちゃん、ケンちゃん、はーい、ハンサミです。<laughs> どうもハンサミさん <laughs>、はい。早速いきます。 腐った弁当を売っていた野球場は今はなくなりました。東京の水道橋にありました。こりゃくえん球場。こりゃくえん球場。球場ご理解いただけましたでしょうか。<laughs> うかえー、ここからは大阪弁で頼むで、関西におもろい球場があるで、大阪のガキどもに 聞いて、全然教えてくれはらへん球場は。なんという球場でしょうか。甲、甲子園球場。甲、甲子園球場。甲 <laughs> で甲子園球場。<laughs> ほなまた。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> はい。あのね。家でもこんなこと言ってるらしいです。<laughs> <laughs> 昨日奥さんに聞いたんです。<laughs> 昨日。奥さんに。<laughs> はい 了解で,でもいつもありがとうございます先生はいつも、うん、牧師先生ですからこのんさ,さん実はよ先生<師>先生は家でもダジャレ言うんですか?」って言ったら、うん、あいつも言ってますでも寒いから誰も相手しないんです家族が <laughs> かわいそうに <laughs>、はい、いやいやいやでもありがとうございますねこんない,あのいつもねこうやって。 寒いダジャレを送ってくれて感謝します。よく作るよね。作る毎週毎週ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でも本当いい牧師さんでね。あの面倒見もよくてはい本当にあのこのえ F.M. こちらのすぐ近くですから。湯川風教会湯川風教会の牧師先生です。はい。はい。ぜひ見に行ってください。はい。ということで今日はハルさん はい。大変な思いして来たんですね。はい、そうですね。お酒に逃げて、もうお酒もやめられなくて、ね毎日飲むようになって、毎日飲むようになって、何年ぐらいそんな。十十五年です。何？十五年毎日飲んでたんですか？毎日毎日アルジュすね。アルジュですかこれ？アルジュです。アルジです。アルジュアルジです。十分。 そうなんですかでも辞めたくても辞めたくてもやめられなかったんでしょっやそうですねはいややめられないんだよねそう辞められないですねあれ中ですよねあれ中ですかっとみたいにそうかそうかそれで何がきっかけでこれ酒やめようってそこをちょっと聞きたいなとどうだったんですか うん、この。やっぱ人生虚しくて、もう生きてるのが辛くて。もう何のために生きてるのかが分からなかったですよね。うん。うん。死にたいと思った。そうですね。多分。うん。どん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 ね。うん。どんどん。うん。もう人生。下がっていくばっかりだ。そうですね。もう自分が大嫌いだったんですよ。ああ。はい。そして。うん。 そしてそんなある日、そんなある日、あのふと、ふとあの教会、あの家にいたときに、あの十字架が見えて、あの家から道の、例えばあの通ってる道のあの看板十字架があったんですよ。それを思い出して、あ、教会行こうって思ったんですよ。ふと本当に思いました。なんでそういうの思ったんかね。 なんかもう人生やり直したいっていうのがあって、教会にいって何とかなるんじゃないかと思ったの。やっぱはは親として、教会行きたいっていう気持ちがあ来たと。不思議だね。面白いね。だって、そして教会に、教会に行ってあのそしたら道のあの看板にあの見言葉が、あ、聖書の言葉があったんですよ。 て疲れた人重荷を売ってる人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますってその言葉で神様は本当いるんだ私ここに来たのはやっぱり神様が導いてくれたんだなってそこに助けが思いましたもうここしかないってもう本当に思いましたね早く教会行きたたいいっってううかですもそね。 直行便で、直行便で、実習したんだ。実習ですよ。からね、嫉た。それから誰かに教会連れてってもらうとか。あるけど、あるけどね。実習ですよ。実習。珍しい。珍しい。へえ。あ、それでスピード逮捕で。はい。幹部さんにも使わせた。はい。うでも良かったですね。きょ、きょう教会ってどうでした。そして、お酒屋の方は。あ、教会に行って。 しばらくしてなんかとっても不思議なことが起こりました1か月もしてなかったと思いますけどもう本当にお酒でやめられたんですよ冷蔵庫にビールいつもあるんですけどもう見てもも手に取って飲もうとも思わなくなりましたそれから それ、は、い、祈ったんですか、必死でお祈りして。必死、何も、必死にお祈りはしてないんですよ。お,<う>お祈りも,もなんですか。お何もしてないのに。でも、やめさせてくださいって、何も言わないんですけど。神様は、ほら、心、ね、心をね、<う>見ますから、知ってますから。はい、もう苦しくて、苦しくて、はい、この、どうしようもなかった、はい。はい あの、春江さんをね、あの、あれでしょう。ほっとけなかったんでしょほっとけなかったんでしょうね。神様、憐れみ深い神様ね。奇跡ですね。で、あの、教会に。おびき寄せて。おびき寄せて、教会に。そうそう、神様が引っ張って。うん、聖書にさ、えっとね、えっとね、どっかにね、あの。し神様がね。 私の私の言葉が口の下に下だか口だか私の言葉がねあの下に上る前になんとしようあなたはそれをことごとくご存知ですって全部知ってるでよ喋る前から神様全部知ってるそういう聖書の言葉がどっかにありますよどっかでわからないしわかんないけどどっかにありますいどっかにありますどっかにあるんですよはい だからね、うん、分か全て疲れた人重荷を負ってる人は私のところに行きなさい、うん、私があなた方を休ませてあげますっていう言葉の通りに春枝、うん、さんが、うん、ああ休みたいと思って神様のところに行ったら本当にポンと取ってくれて「うん、はいどうぞ休んでください」うん。でこういういに 聖書の言葉が成就したってことですよね。すごいね。あれでやすごいですね。かっこいいでしょ、伊右衛門。うちの親父。いや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 。そうですか。よかったですよね。ですね。一番びっくりしたのが主人でした。あそう。えみたいな感じ。酒飲まないじゃないけど、飲まないけど大丈夫かとても不思議がってましたね。 ええ、あ、そうなんですか。で、あの教会行ってみて、あのお酒がやめられた。ということですけど、他にどうですか、どういうことがありました。やっぱり賛美、賛美、でとってもあの涙がいっぱい出ましたね。賛美を通して。いや、賛美。賛美かね。それよく聞きますよね。あの、僕も、あの。あの泣いちゃうときあるけどね。あの、心が洗われるようだってって、あの、よく言われますよね。はい。あ。 なんかね涙出ますよね止まらない時があるよね最初よくあったなたもあれ不思議だよなんかさ別にさすっげえ悲しい気持ちになったりとかなんかそういうんでばってなくなったりとかどっちかって平安喜びそうかもね満たされるって感じ神様に愛されてるっていうのが分かりますよね。 なったきしめらそういう感じの涙ですよね。そうですね。教会来たらね、いいっすよ。教会。本当にそういうことはね。いいですよね。いやいや、いつもほら、結構なんかうちのゲストはさ、なんか怖いお兄さんとかおっさんとか。おっさんとって言ってますけど、ほらこんな綺麗なお姉さんでもあのやっぱりお酒。 でね、死んでたっていうことある主婦でさチンドランカーをしてたらもうお家で飲みながらそう台所でね隠れて主婦が飲みながらもうせあのそれがもう癖になっちゃってっていうかそう依存症になっちゃってみたいな感じでしょだってじゃあそのあの自分が嫌いでもう死にたいと思ってたじゃないですか教会っていうかどうなりました あも変わりましたね平安と今も嫌いですか自分のこと今も大好きです大好きで神様にね愛されてるからも大好きです今大好きです本当に大好きなんかねあのねあのこの U マル協会って僕たちのまあ姉妹協会なんだけどたまにこの自分たちも用があって行くんですよそうしたらねこのねハルさんたちねこの まあ、ユーマルシスターズみたいな。そお姉さん方、お姉さん方、お姉さん方がいるんですよ。彼女たちは、なんかね、あの恋する乙女みたいな顔してるわけですよ。本当にもう、そ嬉しそうな、キラキラメーカー。そうそう、この間も、僕、あの、行きましたよ、ユーマル。あのメッセージが、当番があって、ユーマル協会行ったんですよ。 いや、良かったね。うん、いいですよ。いい、だって女の人がいっぱいいるもん。うちそうそう。うちはなんか、キラキラしてましたよ。あ、すごい輝いてました。い。や、いや、朝、朝、ほら、ベタニアチャーチ那覇の、僕たちの母教会、あ、な、ベタニアチャーチで礼拝して。午後ね、ゆうまる教会の奉仕で、自分があのメッセージの登板だったんですよ。行ったんですけどね。 いやーよかった、華やかでね、やっぱり違うなーと思って、うちね、おっさんばっかりなんですよ、<laughs> うちの教会朝の賛美,賛美チームもそうだある時誰だったかな、なんせおっさんが2人で 2> <laughs> 歌ってましたよ。 でも、ゆーまる協会行ったらね、ああ、もう綺麗なお姉さんが4人ね、歌ってね、ああ、これ、うちではないなと思って、ああ、ゆーまる協会。なんかすごい幸せそう。幸せ幸せでした、幸せでした。場所によって色が違うみたいな。あのね、うちが特別なのかもしれんね。場所によってっていうよりもうちは特別だよ。普通ね、協会ってね、女の人多いんですよ、どこの協会でも。6割とか7割とか、ね、普通は。 なんなら八割ぐらい女性みたいな。うん、うち九割男だからね。おっさんおっさ <laughs> ん。だからね、あのねクリスマス会かななんかなんかコンサートかな、うん、クリスマス会かなんかイベントがあった時に、ねうん、うちのあのー、教会の人でねあの元ヤクザの人がいて、うん、その人がねあのー なんていうの大股広げて、うん、ソファに座って教会の入り口のところで <laughs> 携帯電話でなんとかなんとかとかって話してんですよ。うん、それね教会ですよその、うん、教会なんだけど外から見たらヤクザの事務所みたいで <laughs> 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 そうね帰っちゃった人いるらしいからねそうでもいろんな教会あっていいんじゃないですかそうねはいということですけどそれでお父さんのことが嫌だったでしょ子供の頃はねそのお父さんに対する思いとかも変わったですか変わりました教会行ってもう許せるようになって心から。 よかったですね。ね、だって、さゃ、そんな、ね、実のお父さんね、憎んだまま生きていく。つらいもん。つらいですよね。うよかったですね。教会に行かなかったら、イエス様。知らなかったら、そういうことになってなかったという、ことですね。結構恨ん、恨んで、みとか持ったまま、っていうことですよね。それつらいですよね。ついですね。でも、そういうふうに許せるようになったと。そして、なんと、お父さんですよ。

クリスチャンになってあの愛っていうのがわかりました。愛がね。もっと早くねあの神様を信じてだらって思うんですけど。クリスチャンになる前は子供あんまりこの愛愛して。愛情がなかったですね。今振り返ってみると。はいはい。それは自分も。そうですね。私自身も親から愛されなかったので、やっぱり子育てもそうなりますよね。それに気づきましたね。負の連鎖ですよ。負の連鎖。そうね。 そしても子どもたちにもあの本当にお母さんは愛がなかったね愛情がなかったねって謝ったんですけどもでも子どもたちはそんなことないよって言われたんですよもうそういう時は本当にもう嬉しかったですねあのはいそんなにいいお母さんではなかったんですけどうんでもよかったですねお子供さんもすくすく育てというかねそれからあの本当に心から愛するようになってよかったですよね。 で、あの教会もね、子供さんと一緒に行かれてたんでしょ。うん。やっぱりいいっすよね、教会ね。いいですね。はい。ということですけれども、鶴岡紀之さんからなんかわかりますって。ああ、やっぱ愛愛の話ね。この方は？良かったです。中毒からの復帰。ルドルドルフさんという方から。ははは。 なるほど。うん、ありがとうございます。はい、ということで、えー、今日はね、<coughs> あの、大<う>城春江さんに、えー。お越しいただいて、はいえー、聞いてきましたけれども。よかったですね。ですよね。ね、よかったですね。今は。もう平安で <coughs>。そうですね。はい。楽しいです。うん。 喜びと希望があってもう楽しくて仕方がないってさっき話聞いただからねうれしそうだもんねあの教会行ったらね嬉、うん、しいですはいね <laughs> 本<当>に <laughs> 教会行ったらね楽しそうな顔してしのでもこので今進<え>学校行ってね牧師になる勉強してるわけですそうですよねいいですよね こんな綺麗な牧師先生がいた。そうそうそう、ね、僕もそこ行きたい。俺も、俺も勉強し。俺も牧師にならんといかん。すみません。はい。失礼しました。はい。ということですけれども。はい。それでね、あの、最初にね、冒頭で話そうと思って忘れてたんだけど。実はですね、昨日の礼拝に。はい。あシアトルからね、お客さんが。 そうだ、親分はイエス様の、あの、リスナーの方が。シアトルからメールくれる人いるんですよ。アメリカの。そう、アメリカかなんですよ。そアメリカですよね。シアトルからわざわざ、僕たちに会いに。うん。僕たち、あ、違う、僕たちに会いに来たんじゃない。甥っ子に会いに来た。甥っ子に。うちに、うちの施設にいるんですよ。甥っ子さんがね。うん。で、その子に会いに来たんです。僕たちに会いに来たんじゃない。そすね。 はい、ついでに僕たちも。そう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 、ラジオねあのシアトルで見てくれてるんですよ。すごいね。シアトルって遠いよ。遠い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 。アメリカだよ。アメリカですよね。はい。ということで。ありがとうございました。ね。あ、あの、晴さん。じゃ、あの、ちょっと時間来ちゃったんで。はい。三十秒で。三十秒。ラジオを聴きる方に いいてる方にメッセージお願いしますイザヤ書の43章の説に「私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している」っていう言葉があるんですけどもリスナー皆さん聴いてる一人一人も神様にあなたも愛されてますので是非、うんはい、教会行って。 私でも人生変わりましたのでもう皆さんも本当に幸せになってほしいですですから教会行ってくださいお願いしますありがとうございます私最後に言おうと思った言葉出ましたどうしようかと今焦ってますはい。ではラジオ聴きの皆さん今悩んでる人苦しい思いをしている人はいませんか 家族、友達、学校、職場などでの人間関係の問題、経済的な問題、薬物依存、アルコール依存、ギャンブル依存などの各種依存症や精神的な病で苦しんでいる方、悩んでいる方はぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。でも、イエス様を信じ、 教会へ行くことによって希望に満ちた楽しい人生を歩んでいます。こんな私たちでも変えられました。こんな春江さんでも変えられました。あなたもきっと変えられるはずです。聖書の中でイエス様は言われます。どっち <laughs> どっち <laughs> <laughs> はい。はい、はい。イエス様は言われます。すべて疲れた人、<laughs> 思いを追っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。もう一つ。 はい。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。アーメン。アメイエス・キリストは、教会はあなたを歓迎します。何でもできる本当の神様、イエス様があなたの問題をすべて解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜならイエス・キリストはあなたを愛しているからです。あなたは愛されてます。アーメン。 はい。番組では国際ギデオン協会の協力により聖書を配布しています。FM 小座のお近くにお住まいの方は FM 小座まで取りに来ていただければその場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は番組宛にご住所お名前を記載して聖書頂戴とメッセージを送っていただければこちらからお送りいたします。もちろん無料です。また Ustream でも配信しています。FM 小座のホームページから見ることができますのでそちらもご覧ください。YouTube でもアップしてます。 よはいということで今日は大城春江さんありがとうございましたありがとうございましたはいはい今日もあっという間の1時間でしたけれども皆さん最後までのお付き合いありがとうございました今週も1週間元気に過ごしてくださいねまた来週お会いしましょう親分はイエス t